はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。マウスバードです。今週も英文法無料放送の時間がやってまいりました。今週も皆さんと一緒に英文法力アップのために頑張っていきましょう。はい、それでは前回の宿題クイズの回答解説からまいります。前回は、関係副詞の that を勉強しようという問題を出しまして、この4つの中で that と交換できるものはどれでしょうかと、挙げて見つけてくださいということを言いました。はい、正解を今回はスッと出すのではなく、ちょっと考えてほしいんですね。1と2の違い、3と4の違いをちょっと見てほしいんですが、where、場所を表す副詞です。関係副詞なんですが、で、先行でも場所。こっちは場所なんですが、こっちは場所という意味ではなくて、都市と町という意味になってしまう。こっちは時という、意味の関係副詞なんですけど、こっちはまんま時と。で、こっちは時なんですが、意味で言うと、これは日と、日付の日という意味だということですね。で、それぞれそういう意味の違いがあると。さてと、これをちょっとだけ踏まえるんですね。いいですか？実を言うと、いいですか？このウェアは、ざっとと交換できます。できます。で、この円、これもできます。できるんです。はい。時々、場所の時はできる。じゃあ、こっち、親、場所だけど場所じゃない。これは、ざっとと交換はできない。で、いいですか？できないです。じゃあ、こっち。こっちは、いいですか？こっちは、日ですね。場所。の時は場所じゃなかったからできない。じゃあ同じようにできないかっていうと、こっちはできるんですよ。これはできる。とかいう感じなんですが、こっちができなかったらこっちもできないでいいじゃんとか思うんですが、なぜかこっちはダメで、こっちはできるんですよ。しょうがないです。場所というような意味の時だけの時はざっとはできるんですよ。そうじゃない場合は、ウェアの時はダメ。時の場合はいつでもいいです。はい。いつでも取り替えられます。はい。大丈夫です。こちらは全部ウェアはざっとと交換できる。ウェアの時だけは、場所という意味の時の先行詞の時だけざっとが使えるということです。ほとんど使えません。本当にウェアの時はざっとあまり好まれない。ね、という感じですね。いいですか？で、とにかく、しょうがないですね。場所の時は、注意する。ここが場所っていう時の先行詞の時だけは、ざっとと交換できるんですけど、そうじゃない時はダメと。When はいつでも大丈夫というお勉強をしてください。実際、これを問う問題が、センターで出たことがあります。なのでね、これしっかり覚えてくださいね。要するに、ここに、選択肢があるんですよ。Where とザッと両方あるんですよ。ウェアは確実に入るんですけど、ザッともね、交換できるんだから入るじゃんとか思うんですけど、実はプレイスを選択したようなものしか先行詞に、できないので、関係副詞の場合ね、関係副詞の場合はできないので、なので、ここにあるのはウェアしかないと。ウェアだけを選択肢の中から選ばせるという問題が出たことがあります。はい。大変難しい問題だと思いました。はい。でもこれしっかり覚えてください。はい、以上です。よろしいでしょうか。はい、それでは本日の講義、宿題クイズという形にしますね。後半までの宿題クイズです。はい、先ほどやった、関係副詞のですね、when と、where と when、where と when のお話の続き。あと残ってるのは、ホワイト、ハウということで、これとざっとの関係について学びたいというふうに思います。はい、よろしいでしょうか。ちょっと上見てみましょう。This is a reason why I love him と。意味はわかりますね。これが私が彼を愛している理由だと、こうなります。でもって、why の代わりに that を入れたらどうなるか。これがイコールでいいのという、そういうものですね。というか、使えるかどうかということですね。交換可能かどうか。どっちでしょうか。はい、これをちょっと考えてほしいという問題なんですね。もっと言います。This is a way how I solve the problem と。
こう書いてありますけど、ちゃんと、このお勉強をね、やってる方は、この英文は、正しくない。間違った英文。こっちはいいんですよ。こっちはいいんですが、こっちはダメだというのは、というのはご存知でしょうか。このね、理屈でこうで、これが、なんだ、私がその問題を解いた方法だで、いいじゃんというふうに、思う方いらっしゃると思うんですけど、ダメなんですね。これは、現在は、間違った用法というふうにされています。どうしたらいいかっていうと、こっち消しちゃう。This is how I solve the problem というふうにすると。これだったら、バスではなくて、丸になるんですね。よいしょ。ちゃんと復習してくださいね。前ではちゃんとそうやって教えていますから。This is how I solve the problem と。省略しないと、丸にならないということなんですね。はい、ここまでですか。実はもう一パターンあって、よいしょ。The way を復活させる。The way。はい、The way。復活させた。じゃあどうして復活させたかというと、今度はこっち消したんですね。This is the way I solve the problem と。はい。これもいいんですよ。これもいいんです。これも正しい英文。なんですが、ここに how を入れてしまう。まあ、これと同じ形ね。こういう風にする形ということを想定した形というのは、丸ではないですね。これ、×。使えませんというものなんですね。はい。これちゃんと前やってるんですよ。はい。よろしいでしょうか。はい。ただね、この形だけちょっと残しまして、ざっとつけました。ザウェイも残しました。まあこんな感じにしたいわけですね。はい。これはできるのかもしれないです。もしかしたら。はい。どうでしょうか。どうですかね。はい。今からメッセンジャーやってる方。はい。今からメッセンジャーやってる方は、これだね。1番と2番ですね。この形と、この形が正しいかどうか。いいですか。ちょっと下逆に言ってないか。仮に正しいとしたら、私はその問題を解いた、じゃないや、ここをやらなきゃいけないね。これが私がその問題を解いた、解決した方法だという意味ですね。上はこれが私が彼を愛している理由だと、こうなりますけど、いいですか。こういうふうに1番と2番は、ざっと交換、こっちはざっと交換できるか。こっちは上間違ってるから変なんですけど、ハウとざっとが、交換できるか、こっち間違ってるから厳密な交換ではないんですが、仮に合ってるとしたら交換できるか、というような問題です。はい、今からメッセンジャーやってる方はこれのお答え。丸1と丸2は、正しいかどうかというのを、お答えください。はい、それ以外の方もですね、ちゃんと調べて、メッセンジャーやってる方も調べて、それで、こちらの答えを教えてください。よろしいでしょうか。